千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は30代の女性にはどんな入れ歯がおすすめかという質問にお答えしたいと思います。30代の女性におすすめの入れ歯ですが、できれば入れ歯にならないようにメンテナンスをしっかりとしてほしいです。定期的に歯科医院に通って歯周病のチェック、虫歯のチェックは受けてほしいですし、歯を失うことのないような生活をしてほしいですが、もしも歯を失ってしまった時におすすめする入れ歯をお話したいと思います。やはり30代だと見た目が気になります。また食事の後に入れ歯を外して洗わないといけないのですが、そういうのの煩わしさはとてもあります。なので入れ歯を選択する人は徐々に増えてはいますが、歯を削らない、ブリッジにしたくないという方で入れ歯にする方は増えてはいますが、やはり入れ歯には抵抗があるということで、もちろん保険では効きません、保険診療ではできませんが、クラスプ、前後の歯にかけるワイヤー、金属のバネのない入れ歯もありますし、例えば見えない場所に金属のクラスプ、ワイヤーですねを設計するような設計をしたりして、ちょっと大きくなるかもしれませんが、やはり30代の女性がいればとなるととても抵抗があることですので、当院ではなるべく審議という意味で何でもかんでもいればではというわけではなく、見た目を気にしながら作ったりはしたりします。もちろん気にされない方だったら最小限に、小さな入れ歯で、なるべく慣れやすいものを選択しますし説明しますが、笑った時に入れ歯のバネが見えるというのは絶対に避けたいことだと思いますので、またその辺もいろんな方に対しての個人の意見もありますので、私の、一個人の解釈として聞いていただけると嬉しいです。もしも細かいことが聞きたいようでしたら、コメントいただければ個人的にお返ししたいと思います。お待ちしております。